今年の台風6号が中国を直撃し、浙江省、上海市、江蘇省、安徽省なども豪雨に見舞われました。上海市の高速鉄道を全部停止させただけでなく、25日午前には断水、停電、インターネットの切断などの災害も出ています。上海市水害干ばつ対策総指揮部が発表したデータによると、24日夜から上海市の風雨の影響が顕著になってきました。統計によると、市内では14万人が救援作業のために緊急出動しています。25日、正午12時までに、上海市内では、375本の木が倒れ、街路樹が691本倒れ、ガラスのカーテンウォールなどの散発的な落下物が6つ、看板や店舗の看板が35個落下して破損し、道路の水たまりが18箇所、団地の水たまりが6箇所、1世帯が家に浸水したといいます。上海市民の多くは、現地の風雨が非常に激しく、停電して数時間も経っているが、今も復旧していないと投稿しました。上海市内の道路の中間にある数百メートルの長い隔離ガードレールもひっくり返され、車線の大半を占め、危険な状態になっています。26日未明までに、上海停電に関するハッシュタグは、ウェイボーで 8917.2万人のフォロワーを集め、6000人以上が議論しています。予報によると、26日、上海市は大雨から豪雨が降り、局所的には非常に激しい雨が降るといいます。累積降雨量は150から200ミリ、局地的には250から350ミリの雨が降る見込みです。風は25日には陸上で10から12級、河川の沿岸部で11から13級、鷹山港区周辺や上海市の沿岸部で13から15級になりました。25日午後から26日にかけて、上海市の河岸ではまだ 1.0、1.30 メートルの高潮増水が予想されています。台風6号は、上海市以外にも、浙江省、江蘇省、安徽省などに影響を与えました。中央気象局の最新情報によると、台風6号は25日、昼12時30分ごろ、浙江省、舟山札の海岸に上陸し、上陸時の中心付近の最大風力は13級に達しました。その中でも、広州湾、上海沿岸、江蘇省南東部沿岸などでは、風速8から10級、突風10から12級、台風の中心が通った近海などの地区の風力は11から13級、突風13から15級に達しました。大雨の影響を受けて、広州市、新華鎮、東山村、12時間の累積降雨量が200ミリを超え、周辺の多くの村で深刻な浸水が発生しています。寧波市の浸水範囲は広州より広くて、郊外の民家にまで及んで浸水しています。